ジョニー・アダムスは、米国ルイジアナ州ニューオーリンズを拠点に活動した、R、R&B 歌手。本名は、ラテンジョニー・アダムス・ジュニア。ファルセットを聞かせた声から、黒いカナリアの愛称がついた。ソウル・リバイバーズ、ベッシー・グリフィンハー・ソウル・コンソリデーターズなどの、ゴスペルグループの歌手として活躍した後、1959年、リック・レーベルからアイ・オント・クライでデビュー。リックのか。 60年代には、ウォッチ、ゴーンなどの地元レーベルからもシングルをリリースしている。特に、SSS レーベルのリリース目は、カントリー色を押し出したバラードで、彼の代表曲の一つに数えられる。彼の名前が広く知られるようになるのは、1984年に、ラウンダーレコードからの一作目、フロムザハートをリリースしてからになる。以降は、 以降亡くなるまで同レーベルに所属し、計9枚のアルバムをリリースした。1986年には、アールキングと共に来日公演も行っている。1997年に、前立戦団に侵されていることが判明する。闘病生活に入るが、その後も、彼のために企画された、トリビュートコンサートなどには姿を現した。翌1998年春の、 ニューオーリンズジャズヘリテッジフェスティバルにも出演した。同年夏には、闘病中にレコーディングを重ねた、アルバム、マイオブ・マイ・ワードをリリースする。同作は、病魔を忘れさせるような作品であったが、アルバムリリース約1ヶ月後の9月15日、アダムスは、バトン・ルージュ氏の病院で亡くなった。66歳だった。ありがとうございます。